はい、おはようございます。カブパパです。今ね、だいたい朝の5時です。場所は扇沢の駅ですね。ということで今日は立山黒部アルペンルートを使って立山に登っていきたいと思います。はい、黒部ダムです。出たみくりが池です。小山に向かって今から出発です。でまずね、あそこですね、あそこの有名な山小屋で立山室堂山荘って言いまして、日本一古い山小屋なんて書いてあります。台風が近づいているということで、昨日はだいぶここら辺強風だったそうなんですよ。ところがね、今ねほとんどね風はないわけじゃないけど、そよ風程度ですね。
ただだいぶね西の方また下界の方は雲が多くなってますね。なるべく早く登って降りてきてまた大町の方に戻りたいと思いますのでちょっとピッチ上げていきたいと思います。ああ、一の腰が見えてきた、頂上はあれ、近いね、こっから見るとこれは見えんもんな、もう御厨ヶ池まであんなちっちゃくなっちゃいました。あそこは室堂ですね。あそこちっこくね、ライチョウさんのキャンプ場が見える。この角度ね、非常に分かりやすいですね。はい、一の腰ですね。ああ、ちょうどね、1時間ぐらいですね。はい、小山はここ登りきった一番上です。あの稜線登ってる人見えますね。はい、一の腰を出て大山の山頂に行きます。いや、これはねかなり登りごたえがある急登だね。行くか。石の腰の小屋はね、ちょっと隠れて見えないんだけど、室堂なんかよく見えますね。ライチョウ沢上にね、小山の小屋が見えてきました。開けた。すぐそこがね、山頂の小屋が見えてんだけどね。
はい、大山頂上の小屋着きました。あそこが本当の頂上ね。3003m、うん、下はね石景ですね。ほぼ氷河になりかかってるけどね。お疲れ様でした。あっち行こうか。ここに行くのが楽しみ。あそこは本当の設定です。ね、さっきまで山頂いたんだけど、もうガスがねひどくなるばっかりで、天気予報を見る限りだと、まあ、台風に刺激された、まあ、雲っていうのがこっちに流れてきてるっていう、まあ、出てますんで、まあね、足がね疲れ取れたら速攻で降りようと思います。
あの山頂、俺あれはね、俺はダメ、高所恐怖症なんでできない。はい、ちょっとね、今日はこのガスガスはもう取れないのが上がってるんで、とりあえず下に降ります。まあ、何せね、上りが上りだけどね、下りはちょっと撮影なんかできないんで、まあ頑張って、室堂まで降りてね、またそこから撮影したいと思います。まだまだだよ、全然降りてないよ。なあ、ねえ、登ってきたんだね。よく登ってきたらもう嫌になっちゃうよ、本当に。一の腰に降りてきました。下りは55分でしたね。もっと早くね、降りれるかと思ったんだけど、はい、お疲れ様でした。ちょうどね、あそこにいたんですけど、いやー、僕が頂上にいた時もあんな感じでガスってたんですけど、やっぱりね、立山って、まあ、当然山だから登るもんなんですけど、どっちかって言ったらね、まあ、一回登った人を限定で話しますと、まあ、やっぱり後から見るもんだなと。ふもとからやっぱね、見たこの雄大な景色ね、この室堂を中心としたね、この山岳パノラマ、まあ、こういったところをね、やっぱり楽しむ場所なのかなと、私個人的にはね、そんな風に思ってます。はい、それではね、動画ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。カルポパでした。